やほこんにちは、さいこです。東京でボーカルコーチやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はリルリーグでございます。ロリポップという楽曲ですね。こちらが MV 出ておりましたので、早速皆さんと一緒に見ていきながら歌声分析していきたいと思います。はい、で最近ですね、ちょっと投資で最初聞いて、そこをちょっと皆さんと共有しながら後半で歌声分析っていう感じの流れになっておりますので、皆さんもちょっとぜひお付き合いいただけたらと思います。で、映像とかはね、ぜひ皆さん公式の方で見ていただきたいので、私の方ではちょっと映像と音はね、最初は出さないので、そのあたりちょっと皆さんも同時に再生ボタンを押していただく形で、ちょっと別の画面とか用意してもらえるといいんじゃないかなと思いますので、一旦まずは音楽を聴いていって、その後にちょっと歌声分析入っていきたいと思います。はい、それではカウントを入れていきたいと思います。 3、2、1、 はい、楽しみ。うん、お化けみたい。ちょっと待って、かわいい。なんかハロウィンっぽくない？最高じゃん。You know? あら、やばじゃない。すごいね、表情が。うん。ちょっと達弘くんセクシーじゃない？ Oh my gosh!さすがハイマくん。わあ。ちょっとさ、ソラくんがさ、雰囲気違うね。誰？マジで今の。ハイマくん。ラリポップ、ラリポップ、なんかめっちゃ覚えやすいね。トロー、なんかさ、コンセプトがさ、どんな感じなんだろう、これ。なんかの番組の曲とかじゃないよね。違う？なんかの番組の曲とかではない。違う。あ、なんだろうな、なんかすごい独特な雰囲気感がありますね。それこそ、途中でなんつった、私ハロウィンか、うん、なんかお化けとかさ、ハロウィンとか、なんかそっち系のあのタイミングで出てきてもおかしくないぐらいの曲を今出すというところに何か仕掛けがありそうな気がするんですけど、なんだろうねこれね。でもすごいキャッチ、私大好きこういう曲。はい、でちょっとね、歌い方ちょっといい加減にしてって本当にもう最高だったので、ちょっとそこら辺のお話を今からしていこうかなというふうに思います。まずね、ちょっとソラくんあれっていう、うん、いいよ、このここら辺の楽しそうだよ、みんな。このさ、なな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 なってさ、鼻にこうかけていくみたいなテイスト感っていうのは、ソラくんっぽさあるんですけど、そんなに高いところでもない、まあ低いところで歌ってるっていうのもあるのかな。今まで感じていた天使の歌声を封印されてるみたいな、なんかそんな感じなんだよね。まあ、ただ、ちょっとこう年齢的にも、まだ声がね、こう不安定だったりとかっていう時期でもあるとは思うので、そういうことを考えると、そのあたりも配慮した上でのパートの配置だったりとかがもしかしたらあったのかもしれないとも踏んでいます。はい。でも、それをすご
くこう、なんだろう、生かしたっていうか、どうなんだろうね、彼が今できる範囲の中でこう魅力的に見える部分っていうのをちゃんとこう乗せた上での楽曲にもしね、そうだとしたらなってるなと思って、それはすごくこう計算されてるなというか、うん、素晴らしいなというふうに感じますね。はい。で、ちょっとね、達弘くん、いい加減にして、達弘くんって、あ、マジで本当お願いします。ねえ、本当にやめて、何やってんのマジでって、本当すいません。はい、大好きなの達弘くん。で、まずスタートね、いきも、こういう感じでエッジボイスから入っていますよっていうのと、Hold on me、 ここら辺の Hold on me っていう感じ、 N が入ったり Ne でビブラートがかかったりで、できないとかって、こういうちょっと跳ねるようなテイスト感もあって、結構ね、こう軽快でおしゃれで、あのちょっとセクシーな入りみたいな、そういうのが皆さんもこう感じ取れるのではないでしょうかという話ですね。はい、とても素敵、表情管理とかもほんとかっこいいし、ちょっとこう何、ダークなイカれてる系男子みたいな雰囲気感もありつつみたいなね、うん、そんな感じありますよね。次から次に、次に、ここの音の落ち方結構むずくない？次に、次にビブラートもかかっております。マジ無理、あのちょっとごめんなさい、ホームワークがたまる日々、なるほどね、ちょっと年齢感じるねこれはね、うん、若さ感じるわ、ホームワークっていうところにね、このさ、ホームワーク、ちょっとホーの音で、あの地声がちょっと強くなるの分かります？胸の響きみたいな、はい、ホーホーホー、こっちの響きが入ってきてちょっといかつくなられるんですね。はい、ホームワークがたまる日々、ホームワーク固まる日々、ここのホームワークがクがこの KG あたり、ここら辺で息がこう止まるようなテイスト感というのが出てくるので、ちょっとここら辺で切れ感が出たりとか、あのリズムが立つようなそういう感じのテイスト感も出てきて、よりこうかっこよく聞こえるんじゃないかな。ホームワーク固まる日々、固まる日々、たまるのるでさ、もしかしたら裏返してる、そんな細かいことやっちゃう、ホームワーク固まる日々、やってんね。好きです、好きです、ありがとうございます。セナちゃんはね、私ナが好きで、ナが好きなんですね。彼のちょっと舌を効率的に動かすみたいな、あの丁寧に一個一個歌っていくっていうよりかは、効率的に動かして最短距離で歌っていくみたいな、そういうところがすごい好きで、このできないのなとかまさしくなんですよね。結構最短距離であの歌っていくみたいなニュアンスがあって、でその前もちょっとごめん、もう一回聞いてみたいです。ここさ、ソーシャルメディアもって感じで、ソーシャルメディア、N が途中で入るよっていうところと、ルの音であの裏声から地声にね戻ってくる、そんな動きが聞こえてくると思います。うん、も遊びじゃないのさ、こんな感じ、もからあ、ここのも遊び、この感じですね。はい、最短距離です。はい、非常にこの発音がもあじゃなくてももこういう感じで最短距離で遊んでいくというところが、非常にこのセナちゃんの歌声の歌い方の特徴として挙げられるんじゃないかなと思います。遊びじゃないのさ、ここら辺のじゃの入れ方、油断できない、好き、好きすぎる。あのアクセントもね、結構しっかりあの立たせながらも、でも重たくない歌い方、こういう部分も見えてくる。ただあとずっと最短距離で歌ってるわけではないですね。あの入れるところ一言一句とか、ここら辺のしっかりこう正しい音であの発音を作ってると思いますし、いろいろ混ざってるは混ざってるんですけどね、はい、ただ最短距離で音が聞こえてくる部分が比較的他のメンバーよりも多いかなっていうのがセナちゃんかなって感じかな。You know? めっちゃいい、コーダイくん。鳥かごっつったよね。鳥かごからフォローミー。めっちゃ気持ちいいね。このリズムの立ち方最高だし。鎖かごを知ってほら。ここら辺でね、ちょっと裏返すんだよね。マトルちゃん、マトルちゃん、
やばいよ。ちょっと低音ね、ここね、こういうことしてくるね。ワンダーランドとか、あの迷い込んだらで、まあ、イン踏んでいく感じとかもすごいかっこいいし、まあ低音だよね、まずね。ここをこう注目すべきポイントっていうのは、この高大くんからのマトラくんのこの音のガクンとまた低音に落ちていくっていう、このニュアンス、この耳の楽しさっていうところを皆さんも存分に楽しんでもらえればなっていう感じだと思います。この光と影の世界でこの表情がね変わるのがめちゃくちゃ面白いよね。葉山くんね、すごい表情豊かでめちゃくちゃ可愛いんですけれども、あの歌い方がかっこいいんだよね。だけじゃない、じゃの言い方とかも超素敵だし、光とか K のせっか、ここら辺の立たせ方も結構いかついですよね。 K とか G のシーンですね。そしてこのビブラートと音を切るっていう、ここの丁寧さですね。これちょっと、まあ達弘くんもいいんですけど、ちょっといいですかみたいな、空くん全然可愛い系男子じゃなくて、結構トリコにさせる下ごと、あの絶みたいな感じですね。トリコにさせるロリポップロリポップ、回る回る常に頭は、そうね、回る回る、この W の作り方、常に頭を N の入れ方、これ達弘くんねやっちゃうよね。回る、こんな感じの2個目の上がちょっと大きいの分かります？ここら辺意識してアクセント入れてんじゃないかな。ちょっといただけないよね、今の達弘くんの表情はね。大丈夫そう、みんな生きてる？はい、で、このセナちゃんもね、ここ入ってくるのね。この誰もが知らない、ここら辺のザの音とか、意外とここのナは最短距離来ないんだみたいなね。はい、そういうちょっとグラグラさせてくる感じも、はい、すごく好きです。ありがとうございます。ここら辺ストレート、甘くて苦い表と裏、結構こういう感じで、なんだろう、まっすぐっていうかストレートに歌ってくるんだね、達弘くんね。甘くて苦い表と裏、まああえて言うなら T が、あのちょっとチャッチャってこういうあの音が入ってるっていう、まあそれぐらいですね。ここら辺のタンギングの音が、あのしっかり入ってるかなっていうぐらいです。はい、でも結構ストレートに歌ってるんじゃないかな。バッボーイ好きはね、マジいい加減にしてほしい、これマジで本当に、マジ私ハイマーなんで、本当皆さんご存知の通り、はすごく魅力的に感じます。今すぐスのスピード感とかも最高。ごめん、こっから細かくなります。ありがとうございます。このバの B の発音のこの初速がバが早いっていう話と、はい、ごめんなさい、ちょっと口が汚くなるんですけども、ごめんなさい。で、その後ろのバッボーイってタンタララーンって音を取っていくんですね。最初私バッボーイって取ってるかと思ったら、結構カクカクと音取ってました。はい、この感じね、この感じでいきますよ。パラのパが早い、パがねえ、いい加減にしてほしい、本当に素敵。24/7 分で、あのアクセント入るんですね、高大くんね、いいですね。ちょっとひっくり返してんだよね、達弘くんね。ナイスショーってこういう感じで。これさ、セナちゃんからの達弘くんでいいの？ここは。もう一回ちょっと聞いていくね。結構この前半で歌ってる方と達弘くんの音質の差っていうのが割とはっきりしてて、そのあたりが結構聞いてて面白いんじゃないかな。うまいよね、達弘くんはね、本当にね。まだないしょ。
うまいよね。そうだよね、ビブラートかけたり裏声に、先ほどもやりました裏声にちょっとひっくり返したりっていうね、はい、そのあたりが聞こえてくるかな。でもね、途中で聞こえてくる裏声は意外と飾り気がないっていうか、すっごい素直なんですよね。ここすっげえ素顔なの、裏声が。なんかあんまりこうビブラートとかなんかいろいろ肉付けしてるわけじゃなくて、単純にひっくり返してるだけっていう、ここら辺の素顔感がまたね、あのちょっと出ちゃってますよ、内緒とか言っときながらみたいな話なんですね。すいません、ごめんなさい、次行きたいと思います。おいおいおい、うますぎるでしょ、ちょっとここ大好き。まず、ソラくんかな。ちょっとね、ソラくんの低音、すごい魅力的じゃない？でも、歌い方すっげえ素直なので、なんか、そのあたりの若さも感じつつなんだよね。ソラくんの声。うん。なんか、美味しい。でも、天使の歌声は今のところ、封印はしてます。うん。もう大好き。好きな運命だとしても大好き。ねえセナちゃん最高だよマジで。このスウーキースウーキーです、 WOO スウーキー、はい、で音をしゃくっていく。好きな運命だとしてもって、こういうしゃくっていく音が増えていきますよという話でございます。ごめんなさい、ここは天もこういう感じで音を手から N を挟んでもに、行きながら繋いでいますね、柔らかくね。このあたりの歌い方ぜひチェックしてみてください。いいね、ここら甘いわなわ、ここの捨て方もめちゃくちゃいいですよね。甘いの、最初はエッジボイスから入ってたりとかもして、ちょっとここら辺の動きなんかは、なんか予測しにくいというかね、トリッキーな感じになってるじゃない？ね、天才マジでこれ。これ、ハイマ君、ほんといい加減にしてほしいんだよね。好きすぎるのよ。何このうまさ、ちょっと。べなんかさ、ちょっと待って、なんかさ、英語の時だけやけにこの初速速くなりませんっていう、これなんなのこれ。ハイマ君は、そういう男なの？知らないけど、知らないけどさ、この、なんでこのさ、言葉の言い始めが、こんなに英語の時だと立つんだろうみたいな。めっちゃ気になるんだけど。なんか後ろで誰か歌ってますね。このセナちゃんの低さと、達弘くんのこのなりが、またここはやっぱ気持ちいいね。ここら辺の音の差というかね。うん。何なのっていう、まさから何回でも言うけど、良すぎマジで。このバッドボーイが良すぎるマジで、ほんといい加減にしてほしいっていうぐらい、ごめんなさい口が悪くて。でも本当に素敵、本当に素敵。この初速がかっこいいんだよね。このなんでこんなバッドボーイのさ、このスピード感、何このバの入りのスピード感とか、ボのスピードの入り方とか、これ何ですかみたいな。バッドボーイ、なんか多分音がね、すごい硬い音を使ってるから余計にだろうな。なんか、そうだね。なんか音が柔らかい人、まあ私割と柔らかいタイプの人間なんですけど、音がね。私が同じテンション感でこれをやろうと思っても多分こう聞こえないだろうなとか思っちゃう。それぐらい、このなんかね、硬い質感と、この初速のこのスピード感、一瞬プンって入るこのスピード感の相性がマジで良くて、超素敵なんですよね。今すぐ、ここら辺の跳ね方もね、結構強調して歌ってるんじゃないかな。脳内パラノイドも結構えぐいけどね。パラノイ、ちょっとこう深いよね、深くなるよね。ここら辺の文の入れ方最高。247とかってやってる、ごめん、ちょっとこれ間違ってるかもしれないけど、なんか上の方で歌ってるのも聞こえるよね、これね。このルが好き、ルが好きすぎる。内緒、内緒だそうです皆さん、どうする。
楽しいねこの曲、うん、なんか動いちゃう勝手に体がすごくライブとかではめちゃくちゃ盛り上がるじゃないですかこれ。うえめっちゃいいじゃん。何なのね、すごい。もうちょっとリルリーグね、普通に私曲好きなんだよね、うん、曲がいいマジで。うん、私キャッチーなの好きなんで、結構リルリーグキャッチー寄りじゃないですか、覚えやすいしみたいな、うん、そうなんだよね、好きなんですよね。結構皆さんもこれは聞きやすいんじゃない。なんかそれこそクイズゲームのさ、あのエンディングとかで流れてそうだけどそんなことない、そんなことない、それは勝手に言い過ぎ、すいません申し訳ないですけどもね。いやなんかまた今回ね、それこそソラ君に関しては今までとはちょっとこう天使の歌声を封印してちょっと低音でね歌っていく感じが聞こえてきたりっていうのは少し新鮮だったし、あの他のメンバーもなんかいい部分がまたねこうより色濃く出ながらも、曲としても結構キャラクターちゃんと立ってる曲じゃないですか。そうっていうのもあって、なんかそこにこう負けない個性みたいなのもしっかりこう見えてきてて、うん、すごいこう聞いてて面白かったなっていう感じでしたね。ちょっとパーティーしてるような気分になるぐらい、はい、アップテンポですごい聞きやすい曲なので、ぜひぜひ皆さんも聴いていただきたいなというふうに思います。下の概要欄の方ですね、公式のリンクを貼っておきますので、もしまだの方投資で見たい方はぜひそちらから飛んで見ていただけたらと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで動画終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。